はいはい、来ました。みんな断罪していきます、今日も。ということで断罪室続きからやっていきますね。今回は前回1の部屋見たから2の部屋行きますね。じゃあ最初スキップします。はい、んじゃあ早速2の部屋見ていきますね。2番の部屋ですね。かしこまりました。ではご案内いたします。他の断罪人様方とか合わせしないよ。はいはいはい、これは前回と一緒だね。今度はどうなんだろう。前回が親子だもんな。2番目の傍聴室です。大きなガラスの窓がありますので、そちらからご様子をご覧ください。こちらの声は聞こえませんし、向こうには見えてません。オッケー。誰だ。右がひな様、浮気されたとのことです。はいはいはい。左が翔様、ひな様の恋人で、ひな様が復讐したいお相手です。おっと、お伝えするのを忘れていました。翔様はひな様がひどい扱いを受けていたかどうかを第三者に判断してもらうためお呼びしたというようにしか伝えていません。ん？ひな様がひどい扱いを受けていたかどうかを第三者に、翔様にひなさん、ん？ひなちゃんが浮気したんだよね。で、翔は浮気された側だよな。本気の撮影を知っては冷静にお話できません。かわいい。うわ、なんか浮気しなそうだし、片っぽは暴力振るわなそうな男だし。何言ってるんだ、ひな。誤解というか、俺は何もしてない。携帯だって見せた。翔が浮気したのか。嘘つかなくていいよ。ひな、知ってるよ。何を？なんでひなが泣くんだよ。3人も付き合ってたのに、世界で一番好きだよって言ってたのに。じゃなくてさ、何の話って聞いてるんだよ。ちょっと胸が苦しくて。待って、うん、翔ちゃん、ひなの親友のエリちゃんと連絡取ってて。うん、でもたまにだよ、ひなの話とか。え、なんか浮気してなさそうじゃない？エッチな写真とかもらってた。あれは？もらってないよ。エリちゃんから証拠見せてもらったもん。何それ、何言ってるか本当わかんない。すごいショックで、翔ちゃんが。じゃあ俺だって気になってたこと言うけど、いつも怪しくない？携帯の画面隠したりしてさ。お前だろ浮気してんの。ひなはしてないよ。なんでそんなこと言うの？仕返し。あー、なんか男は怪しくなってくるなこれ。なんか自分が問い詰められた瞬間、急にね、なんつーの、反撃してくるっていうの。仕返しってなんだよ。わ、終わった。なんか終わりそうな雰囲気だったもん。終わりです。短いですか？そうでしょう。私たちはいつあって全てを知ることはできない。断罪していただきましょう。天秤と剣でしょ。花を選んでください。まあバラ選んどく。青にしてみました。珍しいでしょ。左に置くと復讐するんだもんな。右に置く、右に置くと置かないは一緒みたいなもんだもんね。どうだろうか。右に置い、ちょっと迷っちゃうな。浮気したのは悪いけど、復讐するほどのことかって思っちゃうな。いや、ちょっと右に置こうかな。もう、ちょっとこれを、復讐するほどのことではないって思っちゃうな、俺は。右に置こう。ただ浮気はしていないということですね。あ、そうなっちゃうのか。浮気はしてるから左だけど。浮気は絶対してると思う。もしくは復讐に値しないという話ですね。そうそう、そういうこと。しかし、いいところで話が終わって残念でしたね。翔様の話もお聞きしたかったです。さて、お二人にはこのままお帰りいただきましょう。バッドエンドとかになっちゃうのかな、これ。お眠りいただき、ベッド。こっからだよね。どうなんだろう。知ることはできない。バッドエンドになっちゃうかな。お？その後、ひなと翔がどうなったのかはわからない。ただ、彼女に似た女性が、街で別の男性と歩いているのを見かけた。別れたのかな？気のせいかもしれない。エンド。あんまハッピーエンドだったんじゃないこれ。多分、翔とは普通に別れて終わったってことでしょ。ああ。多分、付き合ってたら、きっと、またなんかひどい目に遭ってたんじゃないのかなって思うな。ああ OK。 じゃあ次3番の部屋見てみようか。じゃあまた3番の部屋の画面までスキップするね。
はいはい、部屋洗濯来たよ。なんかこの赤いボタンすげえ気になるんだけど。なんだろうか。じゃあ前回2番、前回じゃねえ。前回か。2番見たんで、今回は3番見ていきます。3番の部屋ですね。お案内します。はいはい、これもまあ、ささっと行っちゃおうか。まあまあ、2番はなんか、わかりやすかったというか、確実に浮気してそうな雰囲気だったけど、今回は何になる？でも人によっては浮気の罪って重いのかな。なんか俺はまあそれぐらいなら別れて終わりじゃないって思ったけど。右が及川様、いじめを受けたのことです。あ、左か。左の人がいじめを受けてた人。右が豊島様、及川様が復讐したいお相手。豊島さん、及川さんはいじめを受けているかどうかを客観的に判断してもらうため、まあちょっと見ていこうか。左の子が被害者。わあ、これいじめてそうな雰囲気が。何言ってんだお前。僕はあなたにいじめられました。いやいや、そもそも友達じゃん。俺仲いいと思ってたからショックだわ。急にどうしたよマジで。僕も最初は友達だと思っていました。最初の頃は友情があったと。まず敬語やめようぜ。なんか冷たい感じがするし、寂しいって。やめません。何について言ってんだ。トイレで上から水でもかけたか。かけたの。いいえ。金よこせとか言ったか。ああ、いや、言ったかもしれない。でもそれは脅して巻き上げたやつじゃなくて、代理で物買ってきた時とかの代金の要求とかで言ったって話だろ。そうですね。え？じゃあ何なんだよ。さっさと言えよ。え、なんだろう。右のやつそんなに悪くないんじゃないかと思っちゃう。例えば僕は人見知りですよね。あなたと比べて声も小さいし、陽気に挨拶もしない。おお、そうだな。毎回あんなんじゃ聞こえねえし、感じ悪いだろうが。そういうところですよ。聞こえねえし感じ悪い。事実だろ。聞こえにくいし感じ悪く取る人もいると言われれば事実かと思います。聞こえねえし感じ悪いはあなたの個人的な意見で事実ではないです。いやいや、屁理屈だろ。そんなマナーとして挨拶しろよ。挨拶はしてますよ。だから屁理屈だって。僕は苦手なんです。体調も基本的に良くないことも多いです。あなたは感じ悪く見られることを友達と心配して、友達として心配するなら僕の印象が良くなるようコメントをその場で添えるべきであって。おい、聞こえねえぞ。そんなんじゃ感じ悪いだろこいつ、ははは。ではないと思いますが。あー、それは良くないね。お前のために言っただけだし、いじりじゃん。何が悪いんだよ。俺はお前のこと大好きなのに。僕はいつだって人前で僕の羞恥心と罪悪感を刺激するあなたが大嫌いです。わあ、難しい。これちょっと難しいな。終わりです。短いですか。そうでしょう。で、情報はほんの少しだけ。難しいよ、わかんねえ。まあでもメガネの子の言いたい気持ちはわかるかな。でもなんかその右の子の言いたいこともわからなくもないかなっていう。挨拶しないと感じ悪いってのは、まあ、正直俺も思っちゃうしな。挨拶ぐらいはね、ありがとうとかそういうのはちゃんと言えた方がいいと思うから。右のやつの言いたいこともわかるんだけど、左の子の言いたいこともわかる。それができなかったからっつって人前で恥ずかしめるような行為はしちゃいけないよねっていう。ただそれを復讐に持っていくかって言われると、俺はこれは許した方がいいんじゃないのかなって思うな。復讐には値しないとは思う、正直。右だな。でもやっぱこういう状況に合う人とかは左に置くんかな。やっぱ経験しないとわからないんだろうな、こういう人の感情ってのは。右だな。いや、正直右の子の方が悪いとは思うけど、復讐してまで左の子にその、罪を背負ってほしくないっていうか、トガっていうか、心に傷を負ってほしくないから右。悪いのは右の子だと思うけど、許してはいいと思う。正当性がある、もしくは口されるほどの罪ではない。そうだな、順次返すなおそうですね。そういった方は情が熱い印象を与えてくださりますね。及川さんはあまり感情が表に出ませんので、冷たい印象を与えがちですね。ご意見はされてましたが、及川様の感情はどこまで表現されていたのでしょうか。なんて答えは分かりませんがね。もうなんかすごい、もうなんか一回一回選ぶたびに引っかかることを言っていく。どうなんだろうこの展開最後。予想がつかないもんな。
え？何？クラブ？なんかキャキャ悲鳴がける。え！数日後ネットのニュースになっていたのは及川の自殺だった。6階から飛び降りたらしい。ネットにはその様子を撮影した動画がたくさん投稿されていた。エンド。だって。どうだったんだろう。復讐されるべきだったのかな。いやジャッジする人って本当大変なんだな。悩んでんだよな、みんなきっと。本当に許すべきなのか、許しちゃいけないのかっていうのを。許した結果がどうなるのか、許さなかった結果がどうなるのかって、そういう後のことも考えたりしたらわけわからんくなるな。難しい問題だ。まあ、ちょっとこれはこれで、そのまま次の第4ステージ突入してみようかね。一旦スキップするよ。はい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 。じゃあ次は4番の部屋行きます。で、最後この赤いボタンを押してみよっか。どうなるか気になるね。あ、じゃあここら辺はスキップか。ああ、なんか3番がすげえ引っかかる。どうしたら俺、正解引けたんだろう。正解なんてねえんだよな。そうだよな。結局どっちに転んでもだったんだよな、多分。右が七原様。職場でパワハラを受けたとのことです。あ、左か。左がパワハラを受けてる。右がパワハラした人か。わかった。パワハラはな、最低だからな。こういうの俺ちょっと親身に聞いちゃうかも。いや、でもさっきの3番も2番も親身に聞いてるけど。かわいい。謝罪してください。わかった。もし七原の言い分に正当性があれば、誠意を持って謝罪する。話をしてくれ。え？話せるまで待つ。いいのがいいじゃない？この人はいつも他の人がいる前では誠実で真面目そうな雰囲気でこんな風に話すんです。絶対見せないんです、怒る姿を。ああ、はいはい、いるいる。二人っきりの時はまるで別人で鬼のようで。俺がいつお前にどんな風に怒った？わかってるでしょ、しらばっくれないでください。本当に何のことかわからない。本当にわからないんですか？教えてくれ。ずっと殴られるんじゃって思って勇気が出なかった。でももう限界だったんです。私、深井さんのことすごいいい人だと思ってました。慕ってました。そうか、それはイメージを壊して悪かったな。残業で2人で残った時とか、デスクを思いっきり叩くように書類を置いたり、大きな声で怒ったり。声のボリュームや書類を置く力加減でそんなに怖がらせているとは思ってなかったよ。申し訳なかったな。無自覚タイプ？そんなレベルじゃなかったです。私のこといつか殴るんじゃないかと。そんなわけないだろう。無理はしないけど脅して楽しんでたところ。それに、なんだ奥聞こえない。奥さんがいるのに手出してきたってこと？何を言ってるなあ、何を言ってるんだ。いや、もうこうやって圧かけてるよね。まあ怖い思いしてるしな。これは復讐するべきだと思う。手出してきたわけでしょ。これ最低だわ。うん。こういう男は許されない。俺も嫌いなタイプだ。性犯罪者は。左に置こう。でいいんだよね。うん。七原様を信じるということでしょうか。信じる。深井様があまりにもご意見なさらなかったので、今回は判断が難しいですね。でもあれって圧かけてたんじゃないのかな。やはり主張しなければ損をするのでしょうか。それとも七原様の必死な表情が全てを語っていたのでしょうか。表情のない私には分かりません。深井様を拘束し、七原様に剣をお渡ししてまいりました。これ押さなかったら復讐見れんの？このノック音。あ、特に何もしなくても終わるね。どうなんだろう。この先が気になる。いや、でもなんかあの圧のかけ方は、余計なこと言わないように黙らせようとしてる雰囲気あった気がするけどな。深井を殺し、その後の七原がどのような人生を過ごしているかはわからない。二度と彼女に会うことはなかった。エンド。復讐しなかったパターンが気になるな。結果がどうなるのかちょっと気になるよね。これ一旦スキップしようか。ちょっと待ってて。はい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 。ちょっと許したパターンの結果が気になりすぎて見に来ちゃった。どうなるんだろう。あ、右に置くね。どちらの判断も下さない。関与しない。あ、なんか違うの選んじゃったかも。
選択型奏2人の影響を与えます。どうなんだろう。何もなく普通に終わってほしいんだけど。覚えててください。来い。あ、こいつ殺人事件のニュースを目にした。犯人はまだ見つかっていないそうだ。70箇所も刺された跡があり、顔はわからないほどだった。インタビューを受けているのは涙をしながら涙を流しながら素晴らしい上司だったと話す七原。遺体は男性、身元は確認中だそうだ。エンド。あ、いや、復讐したのか、七原が。そういうことだよね。どっちにしろ復讐してしまうんだったら、ここで。いや、でも結局男は嘘をついてたのかどうかっていう真実はわからないままか。うわぁ、マジか。いやー、でも真実を知ってるのは本人たちだけであって、第三者の俺は知ることはできないってことか。うわー、マジか。なんかいろいろ残るものがある俺の心の中に。じゃあ最後の赤いボタン押しに行きます。スキップするよ。 OK、 じゃあ最後の赤いボタン押してみる。これ何何何、5番ですらないっていうこの赤い部屋が気になるんだけど。あー、ドキドキする。どうなんの、ランダムボタンだったりするのかな。そしたらちょっとショックだな。ここまで待ってきてただのランダムボタンだったみたいな。誰だ、あれ、部屋の雰囲気も違う。え、管理人さん、お入りください。空いてるお席へどうぞ。先にご着席なされているのは佐田様です。あなたに加害されたので復讐したいとのことです。まさかのこっち、こっち側。俺、あ、部屋から出ないでください。不安なお気持ちはわかります。ですが、この部屋に加害者として呼ばれたものを途中で帰らせてはならないということが決まりですので、厳重にロックをかけていますし、話が終わるまではお帰りになれません。ええ、大丈夫です。断罪人の方に、あなたが無罪であることが伝わればいいのです。まさかの展開。あなたが何もしていないのであればね。どういうこと？始めてください。いや、驚いてるよ。まだこんなところで対談することになるとは。驚いてるでしょ？あなたには自覚がないし、悪気もないことは分かってる。だから余計手段が難しかったわ。え？誰なのか尋ねる。尋ねようか。はあ、あなたは私の存在を認識していなかったということね。自分が何をしたのか聞く。偉そうな言い方を抗議する。身に覚えがないと主張する。聞くしかないよな。あなたはね、私の家庭を崩壊させたの。え？私はあなたの家の隣人よ。知らないでしょ？挨拶をしてないものね。それ自体は悪いことではないわ。物騒な世の中だから。それでね、あなた酔っ払って帰ってくる時があるでしょ？何？そうするとよく私の家のドアを思いっきり叩くのよ。覚えてないでしょうね。いつも泥酔してるから。これは終焉悪。ひどい時なんて声をかけた私の子供に罵声を浴びせたりするのよ。いや、もうゴミ野郎じゃん、俺。それで私を怯えた子供を抱きしめるのだけど、だんだん幻聴のように扉を叩く音やあなたの声が聞こえる気がして眠れなくて、とても精神的に厳しい日々が続いたわ。覚えてないことでこんな風に責めるなんて非常に申し訳ないけれど、いや、何も悪くない。謝る。身に覚えがないと主張する。いや、謝った方がいいんじゃない。謝っても傷ついた娘の心も私の恐怖も戻らない。また子供にトラウマ与えてるってのが最悪すぎる。終焉。はい、それでは話は終わりです。終わった。短いですか。そうでしょう。私たちも話を他人に聞いてもらえるのはほんのわずかなんです。断罪人が答えを決めたようです。確認してまいりますね。いや、裁かれるでしょこんなん。俺なら裁くわ。いや、もうだろうな。いや、そうなるわ。いや、非常に残念ですが、あなたを拘束し奈良さんに剣を渡しさせていただき、俺刺し殺された。参加した挙句刺し殺された。いや、もう裁かれて当然だわ。え、冗談です。 What？ 大変失礼いたしました。砂田様、あなたに何の恨みもありませんし、おそらく初対面です。どういうこと、どういうこと。騙してしまって申し訳ないです。何何、俺騙されただけ。とても不愉快だったかと思います。身に覚えのない話で責められること、証明しにくいことを責められること。砂田様ご自身は何の証拠も提示してないのですよ。
それでも冷静に諭すように話すことで、まるであなたが非論理的で先に溺れ迷惑行為を働くダメな人間かのような印象を周りに与えるのです。その攻撃性を隠すため、悪気がないことは分かっている、申し訳ないけれどといったあなたの立場を考慮しているかのような言葉を添えていましたね。言ってた。こんな何一つ事実の確認が取れない話を聞いた第三者にあなたが悪いと判断され、判断した、罰を受けるべきだとされた気持ちはいかがですか。事実を全て確認してから判断してもらえばいいのでしょうか。それはとても難しそうですね。真実が全て可視化されることはないのですから。誰かの罪を認めるというのも、誰かに潔白を証明するというのもとても大変です。この部屋はその感覚を体験していただく部屋でございます。驚かせてしまい申し訳ございません。うわ、最初にこれやるべきだったかもしれない。これにて終了ですので、本日はお帰りくださいませ。なんか面白いな、人の心とか、なんかそういう人心掌握の勉強できそう。これ次は判断をする側としてお会いいたしましょう。怖っ。めっちゃ面白かった。考え方とかそういうので、このゲーム作った人もそういうの勉強してたのかね、大学とか行って。家大井さんね、でもなんか単純にすごいの一言なんだけど、圧巻されたわ。じゃあ今またやり直したら結構、ああ こいつも嘘ついてるなとかあったのかな。なんか裁判官とか容易になれないなってマジで思う。本当思う。もう1話の頃から言ってるけど、パート1の頃から言ってるけど、マジでそう思う。適当な判断とか絶対できない。これ終わりましたね。はい、ということで断罪室ここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になる人はぜひぜひシュヤのチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。この続きねえわ、ごめん嘘こいた。はい、他にも気になる動画がありましたらシュヤの再生リストをチェックしてみてください。はい、みんなは誰を許すべきだったか、誰を信じるべきだったか決めましたか。シュウヤンはいろいろ悩んで踊らされましたね。はい、それではシュウヤンでした。またね。